それでは今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は朝からお天気も日様は出ていたんですが、風がとっても強くて、ちょっと子供たちも朝からすごい寒いって言ってる子が結構いました。私も門のところに立っていたんですけど、松組の女の子が来て、先生今日も寒いねって手貸してって言って、私の手をギュッとつないだら、もうものすごく冷たくて、先生さっき運転頑張ってきたんだって言ってる子がいました。すごい可愛かったのが、ギュッて手つないだ後に私のこの中にギュギュッて手を入れて、うわ先生あったかいって、すごいなんか北海道みたいだねって言ってたのがすごい可愛いなって思いました。あと先週総練習、泳ぎ会の総練習がありまして、その反省点を踏まえて今日は松組で練習をしました。ステージで手をピンと伸ばしたり、その表情をかっこよく作ったりとか、子どもたちも今週に迫った泳ぎ会本番に向けてしっかりと練習できたのがとても良かったなと思いました。今日はこれが私のハッピーポイントです。以上です。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は年組さんでは英語が一番に終わった後、年長さんにお渡しする手紙を書きました。なんて書こうかなっていうふうに悩んでいる子たちもいたんですが、一生懸命年長さんにお渡しするということで考えて書くことができました。また半分ずつあって、半分は年長さんに書く言葉で、半分はお絵描きという風になっていたんですが、お絵描きもちゃんと丁寧に書くことができていて、私もすごい嬉しい気持ちになりました。以上です。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は、昨日とは全く違って朝からとっても寒かったんですが、子どもたちはお外元気に出てきて、こう走り回ってる姿を見ることができました。また今週に迫ったお遊戯会に向けて、こう遊戯も頑張って練習している竹組さんですが、その合間をこうパソコン遊びだったり、今日は竹さんは絵日記もやったんですけれども、楽しい活動をたくさん行っていきました。特に絵日記は4月から行っていったんですが、もうどんどん文字を書く力がやはりもう2月で3学期ということもあり、どんどん一人一人ついていて、もうお手本を見ながら、もう自分の思っているこう感想までもこう鉛筆を使って上手に文字を書き上げている姿を見ることができました。なんだかこう成長したなっていうふうに頼もしく感じることができました。またお遊戯の練習の方も、竹組さん頑張りました。午後からお昼食べる前に舞台練習があったんですが、午後から止めるところは止めると言って、こうみんな張り切って練習する姿を見て、私もますます本番が楽しみになりました。明日も楽しく元気に過ごしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。私のハッピーポイントをお話します。今日はおにぎりお弁当の日でした。朝からお日様はすごく照っていて、風はちょっと冷たかったんですけれども、朝からお外で子どもたち元気に遊んでいました。門に立っていたら子どもたちがこう寄ってきてくれて、今日のおにぎりは3つ持ってきたんだとか今日はおにぎりハートの形なんだよなんて言ったり、中には中身 何のおにぎりなんだろうねって聞いたら、今日はミートボールが入ってるんだってお友達も言って、すごい今日のおにぎりお弁当すごい楽しみにしてたみたいで、すごいニコニコで話してくれて、朝から嬉しい気持ちになりました。またいよいよ明日にお遊戯会が始まり、子どもたちもすごい楽しみにしているようで、菊さんも朝からお話先生がお話ししようとするたびに、明日はお遊戯会でしょ、明日はお遊戯会でしょってすごいたくさんお話をしてくれて、気合も十分で
帰りは、菊組さんは大きな一つの輪を作り、肩を組み、円陣を組んで明日と明後日の泳ぎ会に向けての意気込みを入れました。なので、もう気合いバッチリです。子供たちが今まで一生懸命練習してきた成果を十分に発揮できるように、最高のステージになるように、私も明日明後日としっかりサポートの方をしていきたいなって思っています。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は子どもたちもずっと楽しみにしていたお遊戯会の1日目でした。今日門のところに朝立ってたんですけれども、もうニコニコで、みんなニコニコで登園してきてくれて、その姿を見てまず嬉しくなりました。お天気も良くて最高にお遊戯会日和となった1日目でしたが、竹組さんは男の子も女の子も元気いっぱいに踊ることができました。本番前に緊張してるってこうちょっと聞いてみたんですけど、全然ドキドキしないよっていうような声が返ってきて、きっと竹さんの中で一番緊張していたのは私だと思います。でも子どもたちは笑顔いっぱいにもう本番終えられて、もうすごくこう自信がついた表情でお部屋に戻ってくることができたので、こう私自身もとっても嬉しくなりました。明日もまだ2日目が残っておりますので、子どもたちと一緒に元気いっぱいにお遊戯会2日目頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は昨日に引き続きお遊戯会の2日目となりました。今日朝みんなが登園してきてお着替えをしている最中、一人一人昨日はどうだった、緊張したなんてお話をしながら、今日は誰が来るの、誰が見に来てくれるのなんていうお話もしていると、やっぱり子どもたち昨日はやっぱり緊張していたって子が、女の子は特に多くて、実はステージに上がる前にみんなで舞台袖で待っている時なんかも、緊張しすぎてステージに上がるのが怖いなんて言ってる子もいたり、早くステージに上がりたいなんていう男の子の声なんかもあったんですが、男の子も女の子も昨日も今日も両日とも、とってもニコニコ笑顔でお遊戯会を終えることができて、その姿を保護者の方たちにも見ていただけたことが、やっぱり子どもたちと一緒に練習をしてきた私にとってもすごくいい思い出にさせていただきました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は消し組さんでは英語が一番に終わった後、年長児の子たちにお渡しする手紙を書きました。子どもたちなんて書こうかなとか、こう結構いろんなことを考えていて、年長さんにお渡しするということで一生懸命考えて、文字を書く内容を考えていました。また、隣、すいません、もう一回です。ありがとうございます。